卵卵卵ふわふわエッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団です。ということで、この度、エッグヤザー軍団からテレビスターが誕生しました。イエーイ。ついにね、この間放送された発掘ベリーというテレビ東京の番組のネタ企画で、はいはい、オーケストラシンガーさんが出られて、はい、なんと優勝しました。イエーイ。最も私の中で印象に残っている発表はですね、名前がですね、オーケストラチンポーっていう名前だったんです。その方の偽物が現れたんですか。すごい。偽物っていうか、あの、私のことを意識してファンなのかアンチなのか分からないですけども、はい、私のツイート、本当のリツイートはしないですけども、お気に入りに登録することは決まっていて、でその人のツイートを見てみますと、はい、アカウント名が矢沢はなんたらかんたらって確実にレッド矢沢さんを意識しているユーザーで、はい、ツイートを見てみると、今のところ5ツイートあるんですけど、4ツイートが無修正のエロ画像なんです。いやでも、もうそれはオーケストラシンガーさんをすごい憧れてファンとしてそういうアカウントを作られたんじゃないんですか。そう思ってですね、もう一つのツイート見てみたらですね、あのね、どこでも見たこともない、はい、あの見知らぬ普通のところにもね、可愛い女の子のユーザーがあったんですよ。そこのユーザーの子に対してこんな風に言ってたんですね。君の子宮に俺の精子を入れてやりたいよみたいなツイートをしてたんですよ。それもしかしてなんですか。もしかしてなんですけど、はい、オーケストラシンガーさん自分でそのアカウント作ったわけじゃないですか。そんなことはないです。そうなんじゃないですか。そんなことはないですね。それこそこの間ですね、やることが似てますよね。似てないですよ。そんなことしてないですし、はい、そんなこと言いましたらですね、この間なんか2枚ペースの偽物が現れたってことって有名だったじゃないですか。はい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 、あれとは同じことになってしまいますよ。まあでも、オーケストラシンガーさんはやっぱオーケストラチンポーとね、つながるものがありますもんね。まず、そんなことは、ほとんどね、何だって。まあまあまあ、そんなこと言ってますけど、はい、この間あのテレビでやったあの指野球があったじゃないですか。はい、僕らも見せてもらったことありましたけど、はい、指サッカーもあるんですよね。あ、そういえば。あるんですよね。よかったらぜひ、やってほしいんですけど。で、やってくれますか、YouTube で。はい、せっかくなんで、メガネ外してもらってもいいですか。みんな、多分素顔見たいと思うんで。わあ、すごいテレビスターがいる。うわ、すごいかっこいい。はい、ちょっとお願いします。指サッカー、はい、まずはですね、普通にドリブルをやってます。この人差し指がボールで、この2本の指がサッカー選手の足です。はい、まずはドリブルです。駆け上がってますか。おっ、いい、早い。では今度はリフティングです。おお、すごい、すごい、ボールハンドリングシュートで胸トロップで、おお、ロングシュート。はい。では今度はテクニックです。足技ですね。はいはい。行きましょう。おお、すごい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 。ジネジーヌ時段ですか、これは。時段。時段じゃないですか。別に意識したつもりはない。そこで今度はちょっとクリスティアーノ・ロナウドの渡りをやってみたいと思います。で最後はルーニのボレーシュート。マッチスタイガーと。おお、ということで。はい、本日はね、テレビスターのオーケストラシンガーさんに来ていただきまして、はい、嬉しいですね、やっぱり。無事にテレビスターでわざわざ YouTube 出てくださって、ありがとうございます。YouTube の時に、はい、そんなもないです。今後やっぱりじゃあ映画とかも出られたりとかするんですか。はい、そういう仕事が来ればいいんですけど、どんな役がいたいんですか。でも、せっかくでしたら、はい、私がどんな人生を歩んできたのか、そういうドキュメンタリーの映画を。ああ、じゃあ自身をもう映画にしてほしい。はい、あ、そうか、ね、ということで皆さん、これからもオーケストラシンガーとエッグヤザー軍団頑張っていくのでよろしく。よろしく。バイ。
テレビで何かいいことあった？でも、ハッキョバスのツイッターで少々あったぐらい。彼女はできない？テレビに出たの？優勝したの？いやー、できないと思いますけどね。なんで？なんで彼女できないの？私は一人で生きていく方が楽しいからじゃないですか。さよなら。